はい、こんにちは、ちくさばです。今日は以前から言っていたタイガーサラマンダーのケージをこの苔たちや植物を使ってレイアウトする動画を撮っていこうと思います。本日使うケージはこのグラスハーモニー600マルチ、幅が60センチほどのケージを使います。以前までこれは捕まえてきた青大将に使ってたんですけど、青大将はまた別のケージに、もっと広いケージに移動してもらってこれが空いたので、これを使ってレイアウトしていこうと思います。まず最初にこの軽石をキッチンの排水口ネットに詰めたものをたくさん作ったんで、これを一番下に敷いていきます。こんな感じで陸地になる部分をこれであらかた決めて置いていきます。こんな感じで置いて、でね、できればこのろ過器、ちょっと使い古したろ過器なんですけど、中の露材だけ変えて、これをね、使い方合ってるか分かんないけど、これをここの角にこんな感じで設置したいんで、あそこの隙間だけ開けます。でこの拾ってきた流木をで軽石を置いて、そして次はこれはラフチャンネルさんがやっていたのを真似させてもらうんですけど、この綿を使って軽石で作った陸地のところを崩れないようにこれで囲っていきたいと思います。パンパンだな。テール取って、すごいすごいすごい、ちぎりすぎてふわーって言ってくんないな。選んだ綿が悪かったかな、それか自分が悪いのか。なんか無残なことになってきたこういうの本当にね、手先が上手い人とかじゃないと、自分は手先が不器用なんで、ちょっとしたことでもね、面白いぐらい変なことになっちゃうんだよね。まあ最後の方雑になったけど、絶対多い気がするけど、多いに越したことはないっていうから、こんな感じでやって、ダイソーで買った赤玉土を敷いていきます。こんな感じでやって、次に苔やらを植えていこうと思います。その前に、まあちょっと汚れてるけど、うちのタイガーサラマンダーはなんか穴を掘って隠れるっていうより、シェルターの中に隠れることが好きなんで、前より大きめのシェルターを隠れ家として置いてあげたいと思います。だいぶ場所取っちゃうけど、こんな感じでこれを置いて、流木がまず最初に引いていくのは、この白髪オキナゴケ、オキナゴケの仲間のよく見えるタイプのコケですね。ちょっと近場で売ってたのがこんなに大量しかなかったんで、多分これ全部は使い切んないと思うけど、めちゃくちゃいっぱいあります。自分の中のイメージではケージに近づくとすぐシェルターの中から出てくるので、いつも人の気配を感じて、なんでこのまま出てきて、ここまで来て、ここで餌やりとか、このねふかふかのところで餌やりをする場所はこんな感じかなっていうイメージで作ってます。
口面はいい感じじゃないかな。ハイゴケを買ってちょっとしたらキノコが生えてました。そしたらこのハイゴケさんたちをうまく使いたいんだよな。まあこんな感じでここら辺をハイゴケにして、で、ね、この綿を隠す感じで沖縄ゴケをつけていく。下の隙間とかをうまく隠したいんだよな。うん、結構いい感じだな。あ、植物植える箇所忘れてた。まあいいや、まずハイゴケさんたちをこういう隙間にね入れていきたいんだよな。変なところにねじ込ませて入れときたい、こういう苔もねこういうところに置いといてしばらく活着してくれるように願いたいな。ここはそうしたら苔タイムは終了で、こちらのこれがねシダの仲間でなんかすっごいワシャワシャしてるやつで、これは何かわからないちっちゃいやつ。こいつらをねどうにかして、こんなちっちゃいのはちょっと置くとこないかな。でかいのはこのシェルターをこういう感じで隠していきたいんだよな。こんな感じで半分にしてちょっとここの毛をちょっとかして、こんな感じでシェルターを隠しつつ、どうだろうな、これこっちに行くかな。ちょっと軽く置いてみよう。あった方がなんか隠れ家っぽくていいな。ちょっとごちゃついちゃったけど、それが逆に森っぽくていいんじゃないか。うん、悪くないね。そしたらここの水を入れるスペースにも赤玉土を敷いていきたいと思います。本当は洗った方がねほこり回らなくていいんだけど、ちょっとめんどくさいんでそのまま入れちゃいます。よし、そしたらちょっと蓋をして置いてみようかな。はい、水を入れ終わってある程度ちょっと濁っているけど濁りも収まってきたので、こんな感じで完成しました。初めてね苔とかを使ってレイアウトしてみたけど、苔とかそういう流木のものがいいから適当にやってもいい感じにできるのかなって思います。そんなに難しくないし、費用も大してかかってないですしね。流木なんて家の近くの海から拾ってきてアク抜きしたものなんでタダですし、このサイズの流木買おうと思うとちょっと高かったりしますからね。で、植物もこのシダ系の仲間は200円ぐらいで、ちょっと沖縄苔だけ量が多くて2000円ぐらいしたんですけど、それでもまあまあそんなにはかかってないです。こんな感じでいい感じのレイアウトが自分なりにはできたかなと思います。まだ置いただけの苔なんで活着もしてないですし、タイガーサラマンダーをこのまま入れてしまうとほじくり返されたりして即レイアウトが崩れてしまうかもしれないので、しばらくはね、まあ最終的には多分掘ったりして崩れるんだと思うんですけど、とりあえずまだ活着するまでそのまま置いていこうと思います。ただね、この動画の締めにこの作ったレイアウトにタイガーサラマンダーを入れてみてどんな感じに見えるのかっていう絵だけ撮ってみたいと思います、ね、こんな今ぐっちゃぐちゃの環境でなんとか過ごしててくれたんで、この子も危ねえ
危ね危ねこんな感じで近くに来るものを餌だと勘違いするこの子を一旦あのケージに移してみたいと思います。ほら行くよ。それでは新しいお家へどうぞ。お、どうですか、なかなかいい感じじゃないでしょうか。おお、こんな感じでね、すぐ餌だと思って落ちてくるんですよね。上ばっか見ててなかなか自然っぽくていい環境なんじゃないでしょうか。まあ、ちょっとしばらく活着するまで待って、それから入れてタイガーサラマンダーに崩されるまでこのレイアウトを楽しんでいきたいと思います。そんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。またこのタイガーサラマンダーにいろんな餌をあげる動画とかもあげていこうと思うんで、楽しみに待っていてくれたらと思います。それではさようなら。